こんにちは。ピアノ弾き語り教室講師の広島です。今回はキャロル・キングの I Feel the Earth Move、こちらのピアノのパターンを紹介していきたいと思います。まあ、この楽曲はとても有名でかっこいいパターンですので、一度は耳にしたことがあると思います。実際に演奏してみるとそんなに難しいパターンではないんですけども、最初に、耳にすると、お、かっこいい、どんなパターンだろうというふうに思える楽曲だと思います。それでは実際にやっていきましょう。この楽曲は Cm7 を基準としてやっていきます。左手は C、そしてオクターブ上の C、これを2回ずつ8のタイミングで 1 and 2 and C and 4 and 1 and 2 and C。4A というふうに入れていきます。以前ビリー・ジョエルのマイ・ライフで8パターンを紹介したいと思うんですけども、その時は8を交互に 1&2&C&4A とやっていたのに対して、今回は 1&2&C&4A と2回ずつやるのがポイントになっています。リズムの捉え方は以前と一緒で、表をちょっと長め、ダーダダーダダーダというふうにやってあげてください。ダーダ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 ドゥダダーダダーダダーダとなります。そして右手ですが、最初が1拍目と3拍目を休んで 2-4 のタイミング、スネアが入る1-2-3-4のタイミングでマイナー7の1を入れます。 G、 そして B フラット CC-7 のフィフス、そしてセブンスルートになります。これを 1&2&C&4&1&2&C&4 と入れます。左手と合わせると 1&2&C&4&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 
and two and とやりながら、右手が one and two and three and four and five and というパターンを入れていきます。これは2拍目の頭、そして2 2 n のタイミングで F を入れます。 1 and 2 n F は F A C F コードのルートサードフィフスになります。これはマイライフでも紹介したと思うんですが、1に対して4の1を入れるというアレンジになってます。 1 and 2 n ですか。 1 and 2 n そして3の頭まで伸ばしてください。 1 and 2 and 3 そして n 3n のタイミングで、今度は Cm7 の E フラット G C、 これはフラットサード、そしてフィフスルートという流れになります。これを1 and 2 and 3 andそして 4N で F 戻して 4N と入れていきます。それでは右手だけをゆっくりやってみましょう。 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and でパターンになっていきます。そしてこれを先ほどの左手と合わせるんですが、
一気にやるとすると難しくなるので、まず2円のところ1 and 2 and C、 この2円でオクターブ上の C やってますね。これを2回やるのと同時に1 and 2 and C and 2 and、 この練習をしてください。ここでつられないようにやる練習です。1 and 2 and C and 4 and 1 and 2 and C 1 and 2 and C、 そして左手は同じように1 and 2、 これやって1 and 2入れます。1 and 2 and C and 4 and 1 and 2はい、これで2拍目を入れました。そして次は3円のタイミングで E フラット G C を入れます。1 and 2 and C and 4 and 1 and 2 and C and 4 and、 このタイミングですね。もう一度いきます。1 and 2 and C and 4 and 1 and 2つられないようにしてください。いきます。 1 and 2 and C and 4 and 1 and 2 and C and 4 and、 ここまで入ればあとは簡単です。最後の4 and でオクターブ上の C2 回と F2 回をいきます。では合わせましょう。 1 and 2 and C and 4 and 1 and 2はい、このようなパターンになっていきます。この2小節目が最初はちょっと左手のパターンをキープしながらコードが変わっていくので、注意が必要ですけど、慣れてくるとそんなに難しくないと思います。で、ある程度今テンポ60ぐらいでやったんですけど、ゆっくりに慣れてからテンポ上げてください。これはどのパターンでも言えるんですが、左と右のリズムが違うときに、ぐちゃぐちゃなままテンポ上げても絶対に上手にはならないので、必ずゆっくりから左と右のタイミングを確認しながらやることです。ではちょっと上げてみます。では70ぐらいで1拍目、1小節目、2小節目をループでやってみましょう。 1 and 2 and 3 and 4でしょうか。だいぶ慣れてきましたか。じゃあ次はテンポちょっとガーンと上げて80いきます。 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4まあ、あとはこれから90、100、110、120というふうにやっていけばいいと思います。必ずゆっくりから左手は左手で確認、そして右手のリズムを確認して、それを声で、今回だと8なので1 and 2 and 3 and 4 and と口に出しながらやっていくことで体にリズムを入れていくと、とてもいいパターンとして演奏できると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは失礼します。